ゾーンアイスの公開リハーサルが29日、厚生新横浜スケートセンターで行われ、初出演となるプロフィギュアスケーターの浅田真央さん、33が、新ヘアスタイルでの演技をお披露目した。写真、新ヘアスタイルで妖艶な演技を披露する浅田真央さん。6年、鳥の五輪金メダリストでプロフィギュアスケーターの荒川静香さん、42が6年に立ち上げた賞。 浅田さんは荒川さんからの誘いに応じ、今回初めての参加となった。オープニングでは荒川さん、高橋大輔さん、38と初めて3人での作品を滑り、後半には自身が振り付けたソロ演目、シャンデリアで苦悩を表現した。先日、自身の SNS にアップしたショートボブにした髪型が注目されたが、 演目の曲を歌っているシアさんも曲の時はバッサリショートだったり TV もバッサリ切った髪型で撮っていたのでそのイメージに合わせて切りましたと明かしたショーは8月30日から9月1日まで行われる5月に選手生活を終えてプロ生活に入った宇野昌磨さん26そのコーチを務めていたステファン・ランビエルさん39など 国内外の豪華共演が実現